さてさて、先ほどの続きで、箱を開ければなんと三富士寛平と読むそうですよ。狭間寛平の寛平じゃないですもんね。浜崎だるま文太。まあなんていうことでしょう。この立派なフルーツ一つ一つ名前が入っております。寛平ですね。これが柿みたいですよ。寛平はだるまの分担。三富士。リンゴはね、これはね。まあ、立派な綺麗なフルーツです。木を使わせます。この浜崎って何でしょうね。まあ、浜崎というのは何でしょう。みかん、柑橘系ですね。清見、オレンジとアンコール。アンコールとマーコット親に持つ新品種の柑橘やで。へえ、いろいろな、もう、きっと甘くて美味しいんでしょうね。へえ、薄皮が非常に薄く、とても食べやすいですって書いてるわ。すごいな、おしゃれだな。だるま分担。こんな書いてね。カンペ、柿ですね、これは。すごいな。でこぼで柿じゃん。柿に見えて柿でない、べんべん。違ってました。寛平とは、愛媛県新品種。甘みが豊富で、形は扁平で、種がなく、袋ごと食べれるのが特徴ですって書いてますよ。デコポンも交配して作られた果肉がプリッとした食べやすい新品種の柑橘です。やらもうなんか食べたことないもんばっかしで。まあ、三富士はたまにね、たまに大売り出した時買って食べますけどね。まあでもこれはまた違った感じですね。上品な大きな富士、リンゴですよ。なんか美味しそう。ありがとうございます、さんちゃん。いつもいつも気遣いありがとうございます。ドイ君めっちゃ喜んでると思うわ。ありがとうね。それでは、この辺で、最終とします。何回も分けましたが、愛すいません。それでは、失礼いたします。